三浦俊也は、岩手県釜石市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。岩手県立釜石南高校を卒業後、1982年に、駒沢大学へ入学し、サッカー部に所属したが控え選手だった。大学卒業後は、地元の養護学校の教諭をしながら、東北社会人、サッカーリーグの森岡ゼブラや新日鉄、 釜石サッカー部で選手としてプレーしていた。その後、指導者になるという夢を捨てきれずに、1991年にドイツにコーチ留学した。ケルンタイ育大学で5年半にわたってコーチ理論を学び、ドイツ A 級ライセンスを取得した。また、この時期にドイツ語を習得した。日本に戻った直後の1996年には S 級ライセンスを、 通訳兼任で受講し、ライセンスを取得。翌1997年には、当時ジャパンフットボールリーグのブランメル仙台のコーチに就任し、天皇杯では監督を務めた。1998年、ミトホーリーホックで初めてシーズンを通して監督を務めた。1999年から、オーミアルディージャのコーチに就任し、 監督のピム・ファーベイクの下で、オランダスタイルのポゼッションサッカーを学ぶ。2000年に、大宮の監督に就任した。2000年は、シーズン4にとまずまずの成績を残したが、上位3チームには1勝11敗と全く歯が立たなかった。2001年は元、サッカーパナマ代表 FW のホルヘデリー・バルです。後に J リーグ初のダブルハットトリックを達成した、バレエ。 元サッカー、日本代表の安藤正宏などを獲得。三浦も指導者になってから最高の人容と自信を持っていた。2001年シーズンは第2クールでの全勝を含め、前半戦終了時点で17勝2敗1分けの成績であったが、第3クール開始直後にジョルジーニョとバルですが、相次いでシーズン絶望の大怪我を負い、結果的に、 最終順位は5位で J1 昇格はならなかった。シーズン終了後に三浦は監督を退任した。2004年2年ぶりに大宮の監督に就任。当初は戦力の見定めに苦労したこともあって出遅れたが圧倒的な首位だった川崎フロンターレ以外のチームが伸び悩んだこともあって前半戦終了時には自動昇格圏内の2位を確保する。 後半戦は、トゥットの途中補強や、長丁場を見据えてのターンオーバー制など打つ手が、ことごとく的中して、白星を積み重ね、第42節のミ戸戦に勝利して、J1 昇格を決めた。2005年は前半戦はほぼ五分の成績を残したが、エースのクリスティアンの対談や故障者の続出など、2001年と、 同じパターンで失速し、一時は広角圏内にまで順位を下げたが、そこから持ち直して J1 残留を果たした。2006年シーズンも残留を果たし、この年限りで監督を退任した。2007年は札幌の監督に就任。前任の柳下正明は攻撃的なサッカーを志行し実際攻撃力も高かったが、守備に、 脆さがありそれが大事なところでの敗戦にもつながっていた。三浦は FW 陣にも守備意識を教え込むなど、全員守備の組織的なサッカーを導入。失点は激減し、開幕から順調に勝ち点を積み重ね首位を独走した。中盤以降、疲労や戦術を攻略されたこともあってもたつく時期もあったが、最終節のミトホーリーホック戦で勝利し、J に優勝。 そして、悲願の J1 復帰を果たした。J1 に復帰した2008年シーズン、中盤の核として期待していたアルセウが一週間で、対談、ブルーノ・クアドロスの契約解除、ソダユーシを中心とした昨季の J1 昇格に大きく、貢献した DF 陣が、不勝離脱という厳しい状況となる中、ASFW ダビの活躍で得点は、ある程度取れていた。 しかし、怪我人が続出したことや、それ以上に堅守と言われた、ゾーンディフェンスが、J1 のクラブ相手に通用せず崩壊した。また、ハードワークなどの守備中心の戦術だったため、各試合で選手の退場数が多いことも響き、序盤から成績が低迷。シーズン途中で、ミノは吉シが加入し、守備はそこそこ安定したものの、7。 8月の試合で最先よく先制しながらも、終盤で逆転され、勝ち点を奪えない試合が続き、史上最速タイでの J2 降格が決定した。2009年シーズンの続投を要請されたが、この降格の責任を取る形で、シーズン終了後に札幌監督を辞任した。2009年8月にビッセル神戸の監督に就任。それまで監督を務めていた。 和田正宏は、ヘッドコーチに回った。就任後は、昨年の研修速攻をベースにチームを指揮し、就任直後の8月は3連勝するなど、降格の危機にあったチームを一時は立て直した。9月以降は一生にとどまり再び低迷するものの、過労うじて残留を果たした。2010年も引き続き、神戸を指揮。しかしこのシーズンは、開幕から、内容、 結果とも伴わずに降格圏への低迷が続き、大久保の離脱を受けて、エースに指名した、FW ジェミンもほとんどチームに溶け込めず、またハードワークなどの守備中心の戦術だったのが、裏目に出て、7試合で6人の退場を出すなど、札幌監督時代の低迷の要因と同じような、後継が起こり、9月12日に解任された。2011年。 バンフォーレ甲府の監督に就任。前年不安定だった守備力の向上を期待されていた。三浦は守備力強化として札幌時代に培ったゾーンディフェンスを徹底させることで対策を取ろうとしたが、もともと甲府は守備に関してはプレースディフェンスを主としていたチームで全く異なる守備方式に選手は戸惑うばかりか。 守備を重視しすぎたあまりこれまで甲府が得意としていた。走るサッカーも影を潜め、昨年度、j にリーグ得点トップだった。攻撃力も影を潜めてしまう。初勝利が6戦目の名古屋グランパス戦と遅れ、その後カシマ・アントラーズやガンバ・大阪といった ACL 出場組には勝利したものの開幕13試合、未勝利のアビスパ福岡に、 内容でも押されて1から2で初白星を、健常するなど19試合を過ぎて4勝しか上げられず16位の、高角圏に低迷。特に守備力を期待されていたのにもかかわらず、ゾーンディフェンスの弱点である、相手ゾーン外からのミドルシュートを次々と決められるなど、失点数が、リーグアースと2位の37と、期待とは逆の状況になってしまう。この惨状に、 運の数行社長も見過ごすことはできず、8月6日の第20節サンフレッチェ広島戦と、翌節のモンテディオ山形戦で連勝できなければ、解任するという条件を提示。そして、広島戦でもいいところなく0から2で敗れ、試合終了後に解任された。なお、バンフォーレ甲府は、前身の甲府サッカークラブ時代を含め監督を、 シーズン途中に解任したことがなく、三浦は、チーム初の事例となってしまった。監督解任後は、サッカー解説者として、主にスカパー。でセリエ A、J スポーツでエールディビジの解説を担当。2014年5月8日、ベトナム代表の監督に就任した。2年契約で、フル代表以外に、リオデジャネイロオリンピック出場を目指す22歳。 以下代表の監督を兼任する。しかし2016年1月28日に解任された。2018年1月5日、レコンビンが会長を務めるホーチミンシティ FC の監督に就任した。しかし、トップ3位の成績は達成できず単年で契約解除となった。2021年9月18日、FC ギフのチーム統括本部長兼、 テクニカルダイレクターに就任した。2021年12月7日、FC ギフの監督に就任した。ありがとうございます。